っと死ぬ瞬間までほとんどのね被爆者の人たちは瞬時にして殺されていった多くの人たちの声を代弁して、その背中にそういう人たちを背負って運動してきたと思うんですね。ですからきっとそういう人たちと共に喜びを感じてくれてるんじゃないかなと。でもっと頑張りなさいということも言われてるような気がしてます。こんなのすごい条約が皆さんの手によって成立し発行できた今日、こんなに被爆者の一人として嬉しいことないですね。これはただスタート地に立ったと私は思ってるんです。で、これから何をやるべきか、またさらに核禁止条約に賛成する国を増やさなきゃいけない。菅総理ははっきりもう背を向けてますよ、この条約に対してね。で、それに対して私はものすごい怒りを持ってその日本政府の態度を変えさせなきゃいけない。やっぱり自分たちが核兵器がなくても自分たちの安全を守っていくということを本当に考えてね、みんなで声を上げて政府の態度を変えさせると。次の世代、次の世代、本当に核がなくなるまで続けなくてはいけないんだなという思いですね。私たち一人一人には声を上げる権利があって、その方法の一つとして私たちは政治にアプローチすることができます。本当に最初はハードルが高いなって思うかもしれないですけど、まずは私たちのような活動のイベントに参加したりだとか、ウェブサイトとか SNS 通して見てもらえたら、いつでもこの世界でもつながれることができるので、あなたは一人じゃないし、こうやって動いている人たちと共に世界を変えていきましょう。仲間になりましょう。